犯罪はいつの時代にもあります。今から250年ほど前の日本、犯罪者にはどのような刑罰が課されていたのでしょうか。一口に刑罰といっても、刑を判断した人によって軽かったり重かったりと随分違っていたようです。基本的には死刑か追放刑が多く、とりあえず罪人は取り除こうという意図がありました。しかしこれも江戸の中期になると変化が起こります。再び同じ犯罪が起こらないようにという工夫が考えられるようになったのです。それまでの死刑か追放かという極端な処罰をするのではなく、犯罪者の社会復帰を支援するようになりました。こう聞くと平和になったんだなと思うかもしれませんね。ただし現代のような甘い世界ではありません。極端なことはなくなりましたが、その分刑罰の種類が増えたようです。今回は江戸で行われた数多くの刑罰を紹介します。それでは見ていきましょう。江戸時代になる前の時代、日本は生きるか死ぬかの過酷な世の中でした。だからこそ刑罰も残酷で威嚇的なものが生まれました。往来で首まで地面に埋めて首を通行人にちょっとずつノコギリで切らせる。大衆の前で生きたままに、煮立ったお湯の釜の中に突っ込み釜茹でにする。罪を犯したら親兄弟、親戚や関係者など事件に関係なくても一緒に死罪にする。周りの人たちが震え上がるような見せしめの刑罰です。やられた分やり返すのは正しい。喧嘩両成敗の考え方が取り入れられていた時代でした。こういった気風は天下統一後の江戸時代になってからも簡単には変わりません。幕府は何かを取り締まるとき、こうしなさい。こういうことをしてはダメです。と、触れ書きを出しました。ただ村や町から領地に至るまでその地の慣習というものが根強くありました。このため、対応が天と地の差になったといいます。わかりやすく例を挙げると5代将軍徳川綱吉の時代、それまで捨て子をはじめ働けない高齢者や病人、働けなくなった馬や牛などが平気で捨てられていました。そのことに心を痛めていた綱吉が出したのが「生類憐れみの令」です。最初の目的は戦国の野蛮な風習を廃止してみんなで相手の立場を思いやる心を持ちましょう。犬を大事にすることで野犬からの被害を減らそう。と庶民たちの意識を改革しようとするものでした。ですが日本中の土地によって全然違う対応になってしまったのです。蚊を叩いただけで処罰されたり、犬を殺したら死罪。逆に外国人が多い長崎などは平気で牛や豚を食べていたという始末です。処罰される基準がバラバラであれば庶民も下手な真似は起こせませんし、不平等でしょう。こうしたちぐはぐな体制の中で現れたのが暴れん坊将軍こと徳川吉宗です。吉宗が生まれたのは紀州藩。将軍家に何かが起きた時に将軍になる資格が回ってくる御三家の中の2番目の国です。おまけに吉宗は四男でした。なので小さな頃から自由に学び自由に暴れていたそうです。とりわけ法律には興味がありました。吉宗の法律好きのルーツはお父さんの紀州藩第2代藩主の徳川光貞にあります。光貞は学者に命令して中国の法律の日本最初の解説書と言われる大民律令原解を作っていました。吉宗はお父さんが亡くなってからもその書物の編集改訂をして藩を運営しています。同じように将軍になってからもそれを庶民の生活や立場になって生かそうと学者に書物の研究を命じていました。こうした研究の末作り出されたのが日本最初の法典「公事方を定め書き」です。老中勘定奉行寺社奉行江戸町奉行と共に作られたこの法典によって警察、罰、判決基準、民事などの基準ができました。中でも吉宗が強く推したのは犯罪者の構成です。これは中国にもない吉宗のオリジナル。なぜ吉宗は犯罪者の構成に取り組んだかというと理由があります。当時、窃盗一つにしても追放であったり鼻や耳を切り取るという怖い罰が行われていました。しかし犯罪者は江戸から追放されると生活することができなくなってしまいます。するとまた江戸に戻り再び犯罪に手を染めてしまうといった人たちもたくさんいたのです。これでは庶民たちも安心して暮らすことはできません。そこで最初は鞭打ち、再犯をしたら入れ墨と優しい刑罰へと変化しました。ただしこの入れ墨はなかなか効果があります。入れ墨をしている人は過去に犯罪を起こした人だと分かりますね。だから周りは警戒するようになります。犯罪を犯そうとする人にとっても周りに知られるのは嫌ですから再犯を思いとどまらせるということです。土方を定め書きは庶民の立場になって作られた法典でした。とはいえ元が厳しいものですから簡単にはソフトになりません。現代人から見たら「え?」となってしまうものもたくさんあります。次に具体的な刑罰について見ていきましょう。軽いものからだんだんと重くなっていきます。まずは叱りです。これが一番軽い刑罰でした。これが適用されるのは変死体を発見しても届け出ない、泥棒を捕まえて盗まれたものを取り戻した後に逃がしたなど、土方を定め書きには細かく叱る罪が書かれていました。公開で叱られるという恥ずかしい思いをさせること、そして周りの人たちへの見せしめに使われました。次が科料、つまり罰金です。博打などが当てはまります。この科料は実際に博打を行った本人だけに求められるものではありません。博打が行われた宿の両隣や向かい側の住民にも課せられました。要は連帯責任です。そして3日以内に罰金が払えない時は手錠という、まさに今の手錠のようなものがかけられました。その次が叩き、鞭打ちです。空き巣や喧嘩、10両以下の窃盗が対象です。どれくらい鞭で打つかというと通常は50回、重いと100回程度。こちらは成人男子のみに限られました。女性や子供は堅い牢舎に入れられます。1回1日換算で叩く回数分の日にちを牢屋で過ごさなければなりません。留置場のようなものですね。このように犯罪によって刑罰の種類も変わっていきます。この罰が書かれていたのが土方を定め書きだったのです。ところで土方を定め書きは一般に公開されているものではありませんでした。持っているのは実際に刑罰を決定する奉行所だけです。なので庶民はどの犯罪がどの刑罰に当たるのかが分かりません。自分が犯す罪がどれだけ重いものか分からなければうかつなことはできませんね。つまり土方を定め書きを公表しないことが犯罪を未然に防ぐ手段だったのです。さて少し話はそれましたが、どのような刑罰が行われていたのか、その紹介に戻りましょう。ここから少しずつ重い罰となっていきます。まず追放刑です。これは財産の没収、そして村や町などの共同体から無期限の追放が言い渡されます。ただし実際は一定の年数が経つと罪が許されることもあったようで、庶民は5年、武士は30年だったとも言われています。時代劇などで見る江戸十里所払いなどは日本橋を中心に半径5里の 20km は立ち入り禁止という意味です。これは東海道53次で計算すると小田原あたりになります。より凶悪な犯罪になってくると遠島という刑罰に変わります。島流しや流刑という言葉で聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。この遠島は本来ならば死刑になるものが特別に減刑された人や殺人犯の手助けをした人などに適用されました。例えば江戸からだと奄美大島や伊豆七島へ、今日大阪などからは薩摩五島や天草、隠岐に流されます。当然財産は没収されます。流された島での強制労働などはありませんでした。島では放置され許しがない限りその場所で死ぬこととなります。なのでどうせ帰れないからと島で結婚をする人も多かったようです。ただし結婚をした後に許しが出た場合は帰れません。かわいそうですがそれがルールだったのです。とここまで遠島、またの名を流刑の説明をしてきました。この流刑でよく名前が挙がる島に佐渡があります。佐渡は奈良時代から島流しとして有名でしたが、このリストには入っていません。これはなぜでしょうか。実は佐渡で金山、銀山が発見されてからは流刑地からは外されていました。幕府の島として発掘調査などの開発が進められることになったのです。そのために全国から鉱脈を調べたり掘ったりする技術者が集まってにぎわうことになりました。たまに時代劇であるサドル罪というのは間違いということですね。さていよいよ死罪です。死罪は本人だけでなく庶民に罪の重さを示すものです。街の中を看板付きで連れ回して首を切るなど大勢の人の前でする公開処刑は犯罪の抑止力になっているのです。では死刑になる罪というのはどんなものでしょうか。そしてどういった処刑がされるのでしょうか。まず下手人です。これは人に頼まれて殺人を犯した者に適用されるもので、死刑で一番軽いと言われています。首を切られますが身内がいたら遺体を引き取って埋葬してもらえます。次が死罪、不倫や強盗の侵入を手伝った者など。ただ全ての強盗犯が死罪になるわけではなく、10両以上の窃盗、10両以上の価値のあるものを盗んだ場合に適用されました。資材となったものは刀の試し切りにされたようです。資材よりも重いものが家財、火あぶりです。これが適用されたのは放火をしたもの。馬に乗せられ町を引き回されて、柱にくくりつけられて火で燃やされました。放火をしたのだから火で焼かれてしまえということですね。ただし火をつける前に死なせていたという説もあります。次の貼り付けが適用されたのは親殺しや大量殺人です。これは木で組んだ台にくくりつけられて、槍で20から30回ほど刺される死刑、しかも死後3日間放置されます。なんとも痛ましいものですが、わざと急所を外し何度も刺して苦しみの時間を延ばした上で絶命させたという話もあります。資材の種類はまだありますので、どんどん説明していきますね。獄門、晒し首、これが適用されたのは強盗殺人、通りすがりの人の金品を盗んだもの、偽金を作ったものなど、具体的には主人の親類を殺害、地主や家主の殺害、正しい量を測るためのはかりやマスの偽物を製造すると罰せられました。獄門は平安時代後期からあったものですが、法律で決められたのは初めてです。公開でみんなの前で、時代劇ではよく悪人に言い渡されていますね。引き回されて首を切られた後、胴体は試し切り、首は獄門台で3日間晒します。もちろん財産没収で土に埋めることも弔うことも許されなかったといいます。3日過ぎてからも名前と罪名を書いた木札は30日間置かれていたというのですから、究極の見せしめ目的ですね。次の刑罰はノコギリ引き、とても残酷そうな名前です。こちらは主人を殺害した者に課せられる一番重い刑でした。戦国時代、通行人がノコギリで切っていく刑の名残なのでしょうか。実は首まで埋めて横にノコギリを置くだけ、切ることはありません。そのまま2日間晒した後で貼り付けにされます。最初は切る真似だけをさせていたらしいのですが、本当に切った人がいて、それからは血のついたノコギリを置くだけにしたそうです。最後が切腹、武士だけの刑です。海外でも侍、切腹なんて言われるくらい有名ですよね。武士のプライドを保つために不始末を自分の命で決着するというものです。武士の体面を取り繕うためか、切腹は命令ではなく許すと言います。新品の畳を一つ用意して周りを幕で囲むという形式もあります。決められた切腹の仕方の通り、お腹を自分で切るのです。もちろんすぐには死にませんので、解釈という首を切る人がいます。ところが平和になってくると怖くてお腹を切れない武士も出てくるわけです。そうなると刀をお腹に当てたのを合図に首を切ったり、それすらできない人は刀の代わりに持った扇子を当てたら切ってもらったそうです。名誉を重んじたくないような武士は庶民と同じ獄門や貼り付けとなりました。みんながみんな切腹できるものではなかったのですね。ここまで様々な刑罰を見てきましたが、こんなことになるならば犯罪はやめておこうと思ってしまうものばかり。二度と犯罪を犯さず生きていこうと社会復帰を決めたのでしょう。こうした吉宗の改革から50年ほどの月日が経つと、新たな変化が起こります。犯罪者を更生させる方針をより一層進化させる人物が現れたのです。それが徳川吉宗の孫であり、老中の松平定信です。定信は吉宗が亡くなってから生まれたので面識はありませんでした。しかし吉宗を心から尊敬していて、孫であることを心の支えにしていました。吉宗の庶民の立場で考え寄り添うという考えは、定信にとっては最大の目標となり、受け継ぐべき志になっていったのです。吉宗と定信の姿勢や思いが同じだと思わせるエピソードがあります。松平定信は藩主をしていた白河藩に今も残っている南湖公園を作りました。ここは武士から庶民まで身分の差を取り払って誰でも遊べるようにした場所です。では定信はなぜ更生を進化させたのでしょうか。実はこの時代に大変なことが起こっていました。江戸の四大飢饉の一つである天明の飢饉が起きたのです。この天明の飢饉は近代日本において最大級の飢饉と言われています。東北地方では1770年頃から気候が悪く冷害が始まりました。天明3年3月12日に岩木山、7月6日には浅間山が噴火して火山灰を各地に降らせました。こうした灰は太陽の光を遮り日射量を低下させます。そのため冷害がさらに悪化して、農作物には壊滅的な被害がありました。そして翌年から深刻な飢饉となったのです。杉田玄白が残した後見草など多くの書物には大体こう書かれていました。家の土壁を崩して混ぜていた藁を食べた。牛や馬や犬猫だけでなく死んだ人間の肉を食べていた人もあった。人肉に草木の葉を混ぜて犬肉だと騙して売る。全国で数万人が餓死したと言われています。そのような餓死者があふれている時に、餓死者を一人も出さなかったと言われる藩がありました。松平定信が藩主をしている白河藩です。武士も庶民も関係なく力を合わせて寄付を集めて、米や雑穀がある大阪や江戸などから買い集め、農地を開墾することを進めたのです。その手腕を買われて松平定信は老中になったのです。生きるために農村部から逃げ出した農民が大都市や都市部に流入します。こうして家のないものである無宿人が江戸にあふれ返りました。彼らは食べていくために盗みなどをし、これが社会問題となったのです。そうなるとこの無宿人たちの対策を取らねばなりません。松平定信は1790年に無宿養育所である人足寄せ場を作りました。人足寄せ場では収容者がそれぞれの技能に応じた仕事をしながら更生と社会復帰を目指す場所でした。その中で無宿人が釈放後に就きたいと思う職業の訓練も行います。木工、鍛冶工、石工、窒工、鋳物工、瓦工、石灰工、陶器画、裁縫工、木工、味噌製造など職業選択がとても自由です。この人足寄せ場では衣類が提供され、仕事を与えられ職業訓練もできるようになりました。しかも賃金を得ることもできました。賃金は強制的に積み立てされて、出所する時に渡されます。経済的だけでなく精神的に大切な心を学ばせるなど教育もしていました。こういった学びは労働のない休みの日に行われます。なんと人足寄せ場は月に休みの日が3日あったそうです。これは当時としては異例のこと。大きなお店で働いている丁稚さんなどもお正月とお盆しか休めなかった時代です。こうして罪人が社会復帰をするために、社会が積極的に支援するという近代的な取り組みが始まりました。このことから人足寄せ場は近代的刑務所の始まりと表現されることがあります。定信が作った江戸の人足寄せ場は廃れることはなく、明治維新後にも何度か改修をして、明治10年には警視庁管轄下の監獄所となりました。現代の刑務所へと名前を変えて受け継がれているのですね。1995年に取り壊されましたが、その制度は巣鴨監獄を経て府中刑務所に引き継がれました。江戸時代と現代とでは刑罰の種類にはかなりの違いがありますね。さて、今回は江戸時代の刑罰についてご紹介しました。吉宗や定信がどういう思いで犯罪のない社会を作ろうとしたのか、現代にどう受け継がれているのか、これからの刑罰はどうするべきかなど考えるきっかけになるお話でしたね。